日本共産党の宇野修司です衆議院茨城4区から立候補予定ですどうぞよろしくお願いいたします私は日立大田市で生まれ育ち学校を出てからも日立大田市日立中市の中小企業で機械設計の仕事をして働いてきましたまた中小企業の相談活動にも乗り中小企業の営業 暮らしを守るために頑張ってきましたまた妻・宇野高子の議員活動を一緒になって取り組んできました住民の暮らし福祉を守るために全力で頑張ってきました皆さん私は現在の社会デフレ不況が広がっております貧困格差が広がる自殺大国 子どももおお大人もいじめが横行しております私はこのような社会何とかしたいそういう思いで立候補いたしましたまた今の政治どうなっているでしょうか国民の声が届かない国会消費税増税や原発再稼働大間原発の建設計画の再開など国民の届かない国会になっており何としてもそういう 政治解体という思いで立候補いたしましたまた私先ほど申しましたがずっと中小企業それから妻の議員活動を支えてきましたがその中でどうしてもその妻の地域のですね草の根の声その声をどうしても国会に伝えたいそういう思いで活動をしてまいりましたその草の根の声を国会に届けたいそういう思いでも 強い思いを持って頑張ってきました皆さん今度の選挙争点の一つ消費税どうするのか日本の経済どうするのかそういうことが大きな争点の一つだと思いますそのデフレフ協から逃がる 逃れるためにもこの消費,消費税なんとしても中止させなければならないと思います私たち日本共産党は新しい国会で消費税中止法案を提出し消費税反対の皆さんと力を合わせてなんとしても消費税やめさせたいと思います消費税は暮らし経済 財政もダメにします私たちは消費税を増税しなくても財政再建社会保障再建ができると考えております。それは無駄な公共事業政党助成金を省くなど徹底した無駄と浪費を省くこと,ことです。また税金は 負担能力のある方に払っていただく増税するならば富裕層から代金を減税をやめることだと思います。そしてさらに国民の所得増やす改革、約60兆円の費用の内部留保金これを還流させてリストラをやめたり。 雇用を増やすそういうことが必要だと思いますそれから原発問題これも大きな争点だと思います福島の原発事故が起きてから1年8ヶ月が経ちました16万人近い方が困難な避難生活を強いられております私は原発ゼロを目指して直ちに 原発をやめさせるために全力で頑張りますどうぞよろしくお願いいたします